羽生結弦の魅力が詰まった広告写真、渋谷駅で撮影ラッシュ。ファンの興奮が止まらない。フィギュアスケート界のスーパースター、羽生結弦さんの人気は衰えることを知りません。東京の渋谷駅に、ハブさんを起用した大規模な広告が掲示され、ファンたちの間で大いに話題となっています。ハブさんは2022年7月にプロ転向を発表しました。 今後はオリンピックなどの競技会には出場しない方針を示しており、その発表を受けてツイッター上では、もうハブさんの演技が見られなくなるのかという悲しみの声が相次ぎました。しかし、11月4日と5日にはプロ転校も初の単独アイスショーが開催され、さらに大型広告にも登場するなど、ファンたちはこの冬も彼の姿を楽しむことができるのです。微笑みと凛々しさが魅力の広告。 東京、中央区に本社を構える寝具メーカー、西川はハブさんをイメージキャラクターとして起用し、羽ご布団の商品販促活動を11月から開始しました。そのキャッチコピーは、この気持ちよさ、僕はおすすめします。です。11月14日から20日までの期間中、渋谷駅地下4階にある、スーパーボードには大型広告が掲示されました。この場所は東急東横線や東京メトロ副都心線。 半蔵門線方面をつなぐ通路沿いに位置しています。広告の左側にはハブさんが布団に包まれ、人差し指を口元に当てて微笑みを浮かべています。一方、右側には競技姿の彼が凛々しく映っており、このデザインでは彼の二つの表情を楽しむことができます。ツイッター上では、大きなハブくんに渋谷駅で会えた、ハブさんこんにちはといった言葉とともに、 現地で広告の写真を撮影したと報告するファンの投稿が複数見られました。さらに、J、キャストトレンドの取材によれば、11月17日の昼頃に、スーパーボードを訪れた際には、広告の中のハブさんに顔を近づけ、喜んで放じりする女性が目撃されました。その光景を別の女性が写真に収めていました。おそらく彼女たちは熱烈なファンなのでしょう。さらに、ハブさんの写真を撮るために、 広告の前で通行人が途切れる瞬間を待っている人々も3から4人いたそうです。なお、同じ期間中には大阪の梅田駅にも同様の大型広告が掲示されていました。アイスショーは映画館でライブ中継、ハブさんのプロ転向後初の単独アイスショー、プロローグが11月4日と5日に横浜市内のビアアリーナ MM で開催されました。同時に、この公演の模様を中継する。 ライブビューイングが全国の映画館、特に、東方シネマズ、系列の劇場などで行われました。ハブさんのプロスケーターとしての最初のステップが、大きなスクリーンに映し出されたのです。アイスショー、プロローグは、12月2日、3日、5日に青森県八戸市の、フラット八戸で公演が行われる予定です。また、12月5日には、再び映画館でのライブビューイングも実施されます。羽生結弦さんのファンは、 彼の新たなステージでの活躍を心待ちにしています。彼の広告が渋谷駅に掲示され、アイスショーが映画館で中継されるなど、彼の存在はファンたちにとってますます身近なものになっています。これからもハブさんの魅力的なパフォーマンスに期待したいと思います。プロファイル。ハニューる。YUZURUHANYU。1994年。宮城県生まれ。2014年ソチゴリン。 2018年平イ五マサゴリンで2大会連続金メダルを獲得したほか、世界選手権2回優勝、グランプリファイナル4連覇、全日本選手権6回優勝など、数々の伝説的記録を残す。2022年7月にプロスケーターに転校。今年2月にスケート史上初の東京ドーム公演、ギフトを単独で行い、9月には創作集団クランプとコラボレーションし、ハブ選手が文章を担当した絵本。 ギフトは発売予定。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。